はいどうもキラです。重装甲に引き続き特殊装甲のインセインもやっていこうと思います。私はアリパチをやりたくなかったので、ちょっとアリパチ以外の方法でクリアをしてます。よければ参考になればと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、攻略パーティーはこちらになります。前半の回転ジャー戦はムツキに任せて、後半の回転ロボはワカモが叩く感じになります。体力をかける対象は前半と後半でムツキ、ワカモと分かれていきます。まあ、机はほっといても持つと思いますんで、何もしなくて大丈夫だと思います。で、このムツキは、固有3になってるんですけど、動画の方では固有2でやってます。固有2でも全然普通にクリアができました。その後、固有3に上げていろいろやってみたんですけど、まあ、あんまり変わんなかったですね。最初の回転ジャーを倒すのに、ちょっと安定感が増したぐらいになります。なので、動画の方では固有2でやってますので、固有2でも全然大丈夫です。それでは実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。一番最初にムツキのスキルを打つんですけど、ムツキのスキルは発動が遅く、発動の後に結構時間があるので、ムツキのスキルを打った後にカヨコ、アコ、ヒマリを全部かけます。なのでコストは10コストギリギリ近くまで待って発動するようにしましょう。スピードは3倍速とか2倍速にしてる方は等倍速にした方がいいです。等倍速にして、ムツキを打った後に手早くカヨコ、アコ、ヒマリをかけてあげましょう。そうするとすぐにムツキの出番が来ます。ただ挑発状態ですぐに打てないので、挑発が解除されたら打つようにしましょう。はい、うまくいけばこの2発で終わることができます。ちょっとでも残るとカヨコが結構削られてしまったりするので、この段階で終わるのが理想ですね。キャラクターが動き出しましたら、カヨコを今度はワカモにかけていきます。で、ワカモのノーマルスキルがめちゃくちゃ強力なので無駄なく使いたいんですね。で、今2分10秒のタイマーで、通常だったらワカモのノーマルスキルが出る時間なんですけど、ワカモの EX スキルを使った後に10秒間ダメージ蓄積の時間があるので、その間にノーマルスキルを打ってほしいので、ノーマルスキルが発動する前に EX スキルを打っちゃいます。で、それによってノーマルスキルがちょっと遅れちゃうんですけど、まあ、それでもその価値はあると思います。ワカモの EX スキルを打って、アコとヒマリをワカモにすぐにかけてあげましょう。逃がしませんわ。あとはおまけ、ここを少し補強しておきましょう。私も負けないよ、くらえ。はい、ムツキのスキルも打ってダメージを稼ぎます。で、ワカモの EX スキルが今発動しまして、まあ、通常よりね8秒ぐらい遅れたスタートになりますので、この後も同様に遅れていきます。ただこの花びらが出ているダメージが蓄積する時間にノーマルスキルを発動できるので、このタイミングがおすすめです。そしたら適当なところで、カヨコをまたワカモにかけましょう。はい、コストが溢れそうなところで、ワカモ、アコ、ヒマリでさっきと同じ手順で打っていきます。逃がしませんわ。この人万全ですから。痛いですよ。私も負けないよ、くらえ。はい、それでバリアなんですけど、バリアは EX スキルのダメージで10ヒットさせないと剥がすことができません。で、このパーティーだとムツキとワカモを打ってようやく剥がれる感じになります。なのでちょっと無駄なんですけど、バリアも気にせずそのまま今まで通りの手順で攻撃をしていきます。カヨコはずっとワカモで OK です。さっきと同じようにワカモ、アコ、ヒマリでいきましょう。逃がしませんわ。
分析完了。はい、このハーフビーです。ムツキも打っちゃいます。私もちょうどいいもの持ってたんだ。悪霊退散したことだ。で、今若者のスキルが10秒間経ちまして爆発したので、ここで仕留まるのが一番理想なんですけど、うまくいかなかったらダメ押しでまた若者のスキルを打つなり、もう残り少なかったらアコなどをかけてあげて火力を上げましょう。はい、こんな感じで終了になります。ちょっとアリスのねパチンコがちょっと苦手だったので、今回は若者にしてみました。皆さんの参考になれば幸いです。ということで今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。